あの人の現在。女優高畑敦子の長男であり、俳優タレントとして活動していた高畑裕太さんですが、2016年にビジネスホテルの女性従業員に性的暴行を加え強姦傷害容疑で逮捕された事件は記憶に新しいかと思います。事件後は芸能活動休止中となっていますが、現在は何をしているのでしょうか。またその事件も意外な真相が噂されており、実は高畑さんがハニートラップにはめられたという話もあります。今回は高畑裕太さんの現在、そしてあの事件の真相に関して迫っていきたいと思います。プロフィール。高畑裕太さんは1993年に女優高畑敦子さんと俳優大谷亮介さんの長男として生まれ、実は女優の北川景子さんとも血縁関係にあります。高校3年生で進路を決めないといけないタイミングで鑑賞した母敦子さんが出演する舞台に感動し、役者を目指すことになります。2014年に土曜ドラマアッコと僕らが生きた夏で俳優デビューを果たし、同年4月には母敦子さんの母校である桐朋学園芸術短期大学に進学し演劇を学び、2015年には NHK の連続ドラマ小説まれに出演し、その知名度を上げました。かなりの天然キャラで、母敦子さんと共にバラエティ番組にも多数出演しており、また TBS スポーツ男子頂上決戦にも出演し、鍛えられた体と身体能力の高さで肉体派としても活躍し、芸能活動の幅を広げていきました。順調に俳優、タレントとして活躍の場を広げていた高畑裕太さんですが、2016年8月23日、映画の撮影で訪れていた群馬県前橋市のビジネスホテルで、40代の女性従業員に性的暴行を加えたとして強姦傷害容疑で逮捕されてしまいました。後に示談が成立し不起訴となりましたが、その事件をきっかけに数々のドラマや映画を降板することとなり、そして所属事務所との契約が解除され、芸能活動休止をせざるを得なくなりました。騒動の真相。芸能活動休止のきっかけとなった強姦暴行事件ですが、高畑裕太さんが女性の合意なく性的な行為を迫り暴行を加えたとされていますが、真相は異なり冤罪事件の可能性も噂されています。当初の報道では高畑裕太さんがフロントの女性にアメニティの歯ブラシを持ってきてほしいと伝え、部屋に引きずり込んで女性の合意なく乱暴をしたと報道されていましたが、実はフロントに高畑さんが行き、女性にアプローチをかけ、一緒にエレベーターに乗って部屋に向かった可能性が高く、高畑さんは合意のもと行為に及んだとされています。高畑さんの弁護士も保釈後に、部屋に歯ブラシを持ってくるようにと部屋から電話した事実はない、裁判になれば無実の可能性が高いと言っており、この事件はハニートラップだったのではと噂されていました。また事件発生時に通報したのが被害者女性の知人男性なのですが、週刊誌の報道によると男性は実は暴力団関係者であり、不可解なことに事件発生から通報まで1時間しかなかったにもかかわらず、医師の診断書を手にしていたらしいです。男性は強姦致傷で高畑さんを訴えると息巻き、強姦致傷だと500万はかかるぞと叫んでいたとの話があり、一種脅迫にも取れるような発言です。結局事件は示談となり、これ以上の真相が究明されることはなくなってしまいましたが、実は高畑さんと女性の間には合意があったかもしれないこと、また通報した男性が不可解にも医師の診断書を持っていたことなどから、ハニートラップだったのではと噂されています。このような大事件を起こしてしまった高畑さんですが、現在なんと1000人になっていると噂されているようです。現在の最新情報。
現在の高畑裕太さんですが、事件後は引きこもりになり、ほとんど自宅からは出ない生活が続いていたようです。しかし実は最近は遺品整理業者でアルバイトをしていることが分かりました。遺品回収とは個人の遺品の整理や廃棄を代行する仕事で、とある業者が関東近郊で遺品回収の仕事をしていた際に遺品を片付ける高畑さんの姿があったらしいです。芸能関係者によると、まだまだ気軽に外出をできる状態ではないため、週に1回程度でアルバイトをしているようですね。なぜ遺品整理のアルバイトをしているのかというと、母敦子さんがテレビで遺品整理の存在を知り、テレビ局に売り込んだ経験があり、それをきっかけに遺品整理を題材にしたスペシャルドラマに出演したことがあります。そのドラマ制作の際にお世話になった会社が現在アルバイトをしている会社らしいです。もしかしたら少子高齢化により人の命に関わることが多くなり、亡くなった人の遺品を整理処分する遺品整理の重要さに気づき、現在のアルバイトを裕太さんに始めさせたのかもしれませんね。そのため敦子さんはこのアルバイトを通じ、気持ちを改めるきっかけにしてほしいと望んでいるようで、芸能界復帰へのみそぎなのではと言われています。仙人になっているとの噂も。そんなアルバイト生活をしている彼の風貌が変わり果ててしまったとのことです。具体的な特徴としましては、ロン毛のひげ面でまるで仙人のようだと噂されているようです。そんな彼の姿を雑誌フラッシュが激撮したようです。昔とはだいぶイメージが変わり、ワイルドな印象になったようです。突然の事件により芸能活動休止となった高畑裕太さん、実はハニートラップにはめられたのではと噂されていますが、すでに示談となり不起訴処分となったため、これ以上に真相が究明されることは難しいかもしれませんね。事件後は人目を避け、自宅に引きこもる生活を続けていましたが、現在は遺品整理のアルバイトを行い、芸能界への復帰を目指しているようですね。しかし事件発生からまだ2年余りですので、完全復帰をするには事件の記憶が新しすぎてまだまだ困難かもしれません。母敦子さんは芸能界復帰を望んでいるようですが、高畑裕太さんが芸能界復帰をする日は来るのでしょうか。今後の動きに注目ですね。